尖閣諸島の一図1、魚釣島2、大正島3、久場島4、北小島5、南小島6、沖の北岩7、沖の南岩8、ヒセ左から、魚釣島、北小島、南小島魚釣島は、琉球列島の一部である、尖閣諸島にあり、尖閣諸島の中では、最大の島である。日本の行政区分では、沖縄県石垣市と能代尖閣に属する。中華人民共和国と中華民国も同島の領有権を主張している。中国側は同島について長行島琉球ではゆくんと言った。石垣島出身の国語学、民族学者の宮永正森は、与根の与は、伊予の琉球方言、根は国の琉球方言であり、与根は魚国、つまり魚が多いところという意味であるとする。漁民からは方言で、伊群島と呼ばれてきた。伊群とは、与那国方言で、森のことで、島の地形が森のようにそびえることにちなむ。なお、鳩間島方言では、森のことを、ゆくんという。厚生具志川家、嘉布12世伊皆を取り始めには、1819年に、公務で、薩摩に向かった琉球王族なおを取り始めの船が、暴風雨で南西に漂流し、魚根、久場島に到達し、さらに漂流して3日後に、与那国島に到達したとの記録がある。国吉真菰は、魚根、久場島は、尖閣の琉球名由来久場島であるとし、長崎純心大学の石井望は、尖閣諸島の魚釣島か、久場島を指すと指摘している。魚釣島という名は、久場島とこの島との関係が、おもろさうしにおいて、子は、島と謳われた久高島と、連島と謳われた津堅島の関係に相似することに由来する。ただし、おもろさうしの子は、島は前後の歌との関係等から見て、慶良間諸島の久場島のことであるともされる。沖縄本島と中国福州の航路上にあり、琉球王府時代には航海の標識として重要であったため、冊封使によって航行中にこの島を見たことが記録されており、陳寛の史琉球録では、長魚所と徐保公の中山伝心録では、長魚台とされている。面積は 3.641983 平方キロメートルで、これはモナコ公国の国土面積の約2倍、富山県舟橋村の面積とほぼ同面積に相当し、尖閣諸島の中では最大の島である。最高標高362メートル。東西 3.5km、南北 1.3km。島の北側は比較的緩やかだが、南側は急峻な崖となっている。島内には最高峰の奈良原岳や屏風岳といった山がある。尖閣もぐら、魚釣長き回り、尖閣沢ガニ、宝の右する、尖閣葵、尖閣音切等の固有種が生息する。1978年に、与那国島の島民から、右翼団体日本青年社の上陸決死隊へ、一つ貝のヤギが緊急時の食料として送られて、島に持ち込まれた。後に野生化して繁殖し、1991年に南斜面だけで300頭が確認された。2000年に 13.59% であった島のラッチは、ヤギによる食害で2006年は3割を超えて、固有種をはじめとする生態系への影響が懸念されている。石垣市議会は、ヤギ捕獲の要請を決議して、日本政府に要請しているが対策されていない。海上保安庁水路誌によれば大蛇が生息する。ホアピンスの地質図。ありがとうございます。